はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自虐カードを配信していきます。この動画でね、僕みたいな血液がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、先日ですね、コロナの、ね、ニュースで、ね、入院している患者さんの、ね、血栓症っていうのが、ね、ニュースになってましたね。血栓症っていうのは簡単に言いますとですね、血管の中で血液の塊ができてしまって、血液の流れを悪くして十分に血液が行き渡らなくなってしまう病気です。血管の中に、ね、障害物ができてしまう病気なんですよ。運動会の障害物競争ってね、あるでしょう。あれ走りにくいじゃないですか。で、血管の中で障害物ができてしまったら、血管がね、血液がね、流れにくいんですよ。酸素や栄養をね、運んでくれているその血液が、その障害物である血栓によってですね、その正常にタイミングよく運べなくなって、体の至るところでね、支障をきたすんです。まあ、例えばですけども、その電車が遅れたらたくさんの人に迷惑かかるでしょう。まあ、あれと同じですわ。各駅が各臓器なんですよ。電車で待ってるのにね、けえへんっていうのでね、酸素や栄養待ってるのにけえへんっていうとね、そうなったらね、もう皆さんが一度は耳にしたことがあるであろう、その心筋梗塞とか脳梗塞になってしまいます。もうそれがね、血栓症の怖いところなんですよ。まあね、薬飲んだら治るだろうと言われてますけども、どうせならね、そうならへんのが一番ね、いいですよね。ほんでね、その先日の、まあ、昨日の動画ですね、その昨日に公開した動画で、血栓を溶かすと言われているアホエンという有機硫黄化合物の一種のお話をね、しました。アホエンというのはですね、ちょっと変な名前なんですけども、研究によってね、医療用途にね、適用が可能と考えられている様々な性質を持つことが記されています。まあ、例えば、酸化を抑えてくれる抗酸化剤としてね、働くことが知られています。抗血栓剤、抗凝固剤ですね、としてのね、作用もね、持っていてですね、血液中の血小板っていうのが血栓を起こすのをね、防ぐことによってですね、心臓病や脳梗塞の危険性を減らすとされています。と、ウィキペディアにもね、書いてありました。そのアホエンというのはですね、玉ねぎ、ニラ、ラッキョウに入っているアリシンという成分を加熱すると発生する成分です。なのでね、玉ねぎ、ニラ、ラッキョウをね、加熱料理するとね、取ることができます。でも最強に入っているのがね、ニンニクなんですよ。ニンニクというのはですね、がん予防に効果のある食品を示すのデザイナーズフードピラミッドっていうのがあるんですよ。そのね、頂点に記載されています。このアリシンがね、最強に含まれていてですね、白血球を増やして免疫力を高めてくれて、抗ウイルス効果があると言われています。いや、でもね、しかしですね、そんなニンニクもね、刺激が強くてですね、まあ、食べ過ぎるとね、その胃腸にね、負担になってですよ、下痢を起こす可能性もありますので、まあ、1日あたりほんの1かけら程度にね、しておくのがね、いいですよ。まあ、強い抗酸化作用はあるんですけどもね、生で食べ過ぎると本当にね、お腹壊すんでね、本当に注意してください。加熱してから OK というわけでもなくてね、もう過剰摂取はダメですよ。で、またね、そのニンニクの香りが苦手な人とかですね、ニンニクの香りがすると思われたくない人っていうのは、その玉ねぎにね、らっきょうをしっかり食べてください。そしてね、今のこのね、コロナ肺炎の血栓症に関するお話をですね、埼玉県のさいたま市大宮にあります、大宮エヴァグリーンクリニックさんがですね、ネットで詳しく説明してくれてましたので、その一部をね、ちょっと紹介させていただきます。なぜ最近になって新型コロナウイルスと血栓症の関係が話題になっているのか、そして今後のコロナに対する治療がどう変わるのか、下記にまとめていました。新型コロナウイルス感染と、心臓疾患の関係が記されている超有名医学雑誌ランセットに、武漢の新型コロナウイルス入院患者の 10% に心筋障害が見られたと発表されました。心筋障害は心筋梗塞で起きるのが有名です。心筋梗塞は心臓の冠動脈と呼ばれる血管が血栓で詰まり、十分に血液が心臓に行き渡らないために起こる病気です。なぜ新型コロナウイルスで血栓が発生するのでしょうか。新型コロナウイルスが血栓を攻撃し、小さな血栓を作ることが明らかになった。これもランセットで発表された内容です。新型コロナウイルスが血管にある ACE3
受容体を攻撃し血管を傷つけるということが明らかになりました。血管が傷つけられているとそこの修復しようとして小さな血栓、血液の塊が生まれます。新型コロナウイルスによって生まれた血栓、血液の塊が重症化やさまざまな症状の原因なのではないか。血栓が心臓や肺の血管に詰まると心筋梗塞や脳梗塞になり、それにより死亡してしまうことも多々あります。肺炎がある状態だとさらに死亡率が高くなります。我々医師の中ではウイルス性の肺炎だけで若い人が亡くなったり、アメリカやイタリアなどであれほどの人数が亡くなってしまうのは正直解せないことではありました。しかし心筋梗塞や肺梗塞などが合併しているとなれば納得はいきます。またコロナで見られる息苦しさは肺の血管が血栓で詰まることで起こりますし、味覚障害や嗅覚障害も味覚嗅覚を司る神経の血管が詰まることで起こり得ます。新型コロナウイルスで重症化する人とそうでない人の二極化している。重症化する人の特徴は男性、喫煙している、高血圧や糖尿病や脂質異常症などの生活習慣病を患っている、肥満、悪性腫瘍患者などが挙げられます。また男性は女性より一般的に血管の機能が低下している、血管が傷ついていると言われております。つまり重症化するリスクは血管が傷つきやすい方の特徴なのです。一度新型コロナウイルスが血管を攻撃したら、その炎症が次の攻撃を生み、連鎖で反応が生じ、あっという間に大量の血栓が生じ重症化するものだと思います。だから無症状やごく軽症の人と重症化する人の二極化するのでしょう。血管年齢を若く保つことが重要ですね。血栓を作らせないような抗酸化薬が有効なのではないか。これが最近新型コロナウイルス感染対策の最前線でされている研究です。血栓さえ溶かしてしまえば心筋梗塞や肺梗塞などの重症な状態に陥らないようにできているからです。血栓さえ溶かしてしまえば心筋梗塞や肺梗塞などの重症な状態に陥らないようにできるからです。これが証明できれば非常に明るいニュースになることは間違いないでしょう。日本は重症化している割合は非常に少ない。焦らず健康的に自粛して過ごすのが大事。日本人の方でお亡くなりになっている方はおそらく先ほどの血栓ができやすい重症化のリスクに該当するのではないのでしょうか。そしてこれも試験ですが、日本人の重症化率が低い理由は、1、健康に過ごしているがゆえに血管がきれいな方の割合が多いこと、2、BCG 接種をしているにまとめられるのではないかと考えます。はい、っていう風にね書いてましたけどもね、BCG っていうのはですね、結核を予防するワクチンのことです。結核というのはですね、結核菌という細菌がですね、体の中に入ることによって起こる病気です。結核菌っていうのはですね、主に肺の内部で増えるためにですね、咳や痰や、発熱、呼吸困難などね、風邪のような症状が多いですが、肺以外の臓器がね、折れることもあり、腎臓、リンパ節、骨、脳などのね、体のあらゆる部分にですね、影響が及ぶことがあります。主に肺の病気なんですよ、結核っていうのはね。なのでね、そのワクチンを日本人はね、接種している人が多いから、世界に比べたら重症化率は低いと、大宮エヴァグリーンクリニックさんはね、教えてくれたんでしょうね。皆さん、その今お話をね、聞いてもですね、決してね、私は子供の頃に BCG 打ってるからいけるわ、なんてね、思ったら飽きませんよ。そんな人はいないでしょうけどね、僕の動画見てくれる方はね。そのね、コロナに関係なくですね、これからのことを考えてね、血栓症になるのをね、防ぐのも大事ですので、ニンニク、玉ねぎ、ニラ、ラッキョウをね、加熱料理してね、食べてください。今日は以上になります。最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。この動画がね、いいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。